山梨文化会館3日、ユーブスグループを統括し、2を拠点とし、管理も行っている、株式会社山梨文化会館、1が管理し本社を置いている、山梨県甲府市に所在する建築物、本校で詳述する、山梨文化会館は、山梨県甲府市北口にある建築物である、同コミューモ、ジャパン選定日本における、モダンムーブメントの建築選定作品。 丹下建造の設計により1966年に、春光、山梨県内の総合情報産業グループである、山比、ユーブスグループが、総合管理とビル管理を行っている。建物の特徴は、いくつかの円柱と両土で支えられた建物で、構造的にフロアを仕切る壁などを配置する必要が、なく自由な間取りが可能である。また、円柱や梁などを追加することにより、 フロアを増改築することが容易で、実際上層階の増築や郊外に移転した3日印刷の新聞臨転機跡に床を張りテレビの新スタジオを設置するなど改修が行われており、竣工時は18,085平方メートルだった。延べ床面積は現在21,885.85平方メートルまで拡張されている。設計者の丹下もこの建物を気に入っており、 自身の代表作の一つとしてこの建物を取り上げている。建物南側の壁面上部には電光掲示板が設置されており、山日、ニュース、県内の天気予報、ユーブスの番組案内、イベント案内などの文字情報が随時流れている。ちなみにこの電光掲示板の直下に YBS ラジオアルックススタジオがあることが確認できる。建物屋上からはユーブステレビアナログ放送が 甲府北口中継局として 45CH で送り出されていた。ただし、北口周辺でも本局アナログ 5CH が容易に受信可能なロケーションであった。また、デジタル放送の中継は予定されていない。2015年により、丹下建築では初となる免震加工事が元志向の後継会社である三井住友建設によって開始され、2016年中に 竣行する予定である、甲平駅北口より、2011年1月、いずれもヤマヒ、ユーブスグループの企業である、メモリーズオムニバス形式の最終兵器にてオープニングに登場。また、主人公が屋上で旗を振り救助を求めているシーンがある、絆物語劇場版のアイテク編にて、学習塾施設跡のモデルとなっている、エチゴ島、ケイチ、現代建築の冒険から、 形で考える日本1930から2000、中央公論新社、中高新書1724、2003年、ISBN4 から12から10万1724から2、88ページ、県内の他のテレビ局も、同じエリアを対象とする、交付北中継局を、それぞれ別々の位置に設置している。 http://kenblatz.nikkeib.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュビルティングスラッシュニューススラッシュ20150724スラッシュ707069スラッシュ。rt イコールノックンと山梨文化会館で単野建築発の免震回収を実施。 日経アーキテクチャー2015年7月28日 http コロンスラッシュスラッシュ www.smcon.co.jp スラッシュ2015スラッシュ070913964スラッシュ丹下建造作品山梨文化会館を。免震レトロフィット、メタボリズムの象徴建築、山梨文化会館を免震改修三井住友建設2015年7月9日。 あのアニメ映画に山梨のあの建物がありがとうございます。